雲博多こと、雲博多こと、雲博方言は、島根県の東部から、鳥取県の西部にかけてで話される、日本語の方言である。話される範囲は、島根県の出雲地方、飯南町を除く東北地方、鳥取県の放棄地方西部、西白郡、日野郡、米子市、境港市。雲博多ことの名の由来は、出雲の、雲と、放棄の、白で、地元では主に、 出雲弁、安木弁、米子弁、沖弁などと呼ばれる。出雲式方言と呼ばれることもある。音声、音,音、因面で隣接する地域とは、かなりの違いがあるため、方言区画では、中国方言と切り離されて扱われる。雲博多ことの東隣に位置する放棄地方東部の方言、倉吉弁は、陰州弁、鳥取県東部に行く。 西隣に位置する島根県西部の岩見弁は山口弁や広島弁に近い。雲博多ことでは、イダンとウダンの発音が近く中かた母音になり、絵の発音もいに近くなるなど、東北方言と共通する特徴、ズーズー弁、裏に本式発音があるが、この特徴が雲博多ことに飛び地上に分布する理由について明確な結論は出ていない。方言区画として大きくイズ 沖、西方期の三つに分けられる。この中では、出雲が最も雲博多ことらしい特徴を揃え、沖には、かかり結びなどの古い表現が多い。また、西方期の内日野群は雲白方言的特徴が、やや薄い。以下、出雲は、出雲市ではなく旧出雲国の範囲を指す。一般に、西日本方言では、母院の無聖化は少ないとされるが、 雲博多ことでは無声化が盛んである。出雲と西方期、日野群南部を除くでは、東北方言のように、イダンとウダンの母音が、中地母音で発音される。西方期の内米子市から離れた地域では、イダン母音は、ウダン母音はで区別されるが、米子市や出雲では、く、く、ふを除くほとんどのウダン音が、イダン音との区別を失ってと発音される。また、 これらの地域では、うダン用音、キュ、シュなど、の発音も、ギーニー、牛乳のように、イダン調音になる。こうした特徴のために、イダンとウダンは交代しやすい。一方、オキでは、中舌タボインはほとんど聞かれず、かつて中舌タボインが使われた痕跡が、わずかに残る程度である。また、イズモや、オキやヨナゴシなどで、共通語のボイン、えおよび、いに対して、 が現れることがあり、特に母音単独白の場合、中でも、後頭の場合で顕著である。この傾向は、大きいでは弱いが、共通語の愛の部分に、いいが現れる場合がある。例、命へのち、いもへも。出雲や米子市などでは、右段から右段への変化が多い。例、歌、おた、むぎもぎ。きいでも聞かれるが、衰退している。出雲北部では、 超音が短縮される傾向が強い。例えば、出雲南部で、イカや、サクダラーというところを、出雲北部では、イカや、サクダラーとする。また、レンボイン愛は、出雲や、西方期では、明け、明け、赤い、暮れ、暮れ、暗いのようにいい、またはいいとなるのが、一般的で、大きでもいいが普通だが、道後西部と島全員一部には、もある。 出雲と西放棄、日野郡の族では、語中、語尾のラ行シ音が脱落しやすく、前の母音の超音に変化することが多い、例、あります。アーマスサルガサーガ。特に強母音の、リ、ルは、ほとんどの場合に超音になる。また、出雲では、これがこうが、誰がだがのように、例の超音化は代名詞で起きやすい。一部の地域では、白石へ、開る開き ヒルキャーのような特殊な変化をすることがある。沖では、出雲と同じような超音化もあるが、その積もった、その積もりだ、オッカのイルカネのようにむしろ即音化することが多い。また、あれあえ、ある、あうなど、単純なラギョーシーン脱落も起こる。クモ博多ことを含む三院方言では、鎌倉時代以前のあうの発音が変化して、ああという発音になっている。 日本の他の方言では、あうは、おうに変化したため、三因一体には、共通語と同じ意味でも違う、発音の語、語法が多く存在する。鎌倉時代以前の、あうは、室町時代には、通常の、おうよりもやや大きく口を開くという発音になった。これをか音という。一方、おうはと発音されるようになり、ごう音と呼ばれた。多くの地域では、 海音と合音の区別は次第になくなり、江戸時代にはどちらも王と発音されるようになったが、山陰においては、海音はアーと発音されるようになって、区別を残した、雲博多ことでは超音化せず、アとなることが多い。雲博多ことでは、女場、女房、ヤーナ、ヨーナのようにの名残が多くの語に残っている。この、アウアーの変化により、 三位方言では特殊な活用型が見られる。五段同士や断定の助動詞、だの推量、勧誘、意志を表す形に、以降、ろうではなく、以下、だらーが用いられる。そのため未然型に五段の活用語尾はなく、四段活用となる。これは、以下を例にとると、以下向かう以下という変化をたどったものと思われる。また、I、型の形容詞、高い甘いなど、 の連用型は、高手、甘なるのように、アダンの活用をするが、これもタカクテ、高くて、高手、高あてと変化した見られる。また、語尾が、アうとなる動詞、カウアウなど、特に二拍語が、低てタの形になるときは、カーテ、カって、カータ、カったとなるが、買って、買ったのような即音便も見られ、大きいでは、即音便しかない。前者は、 かひてこうてかあてのように変化したものと見られる。なお、高くてたこうてやかひてこうての変化はうおんびんであり、これは西日本方言の特徴である。ただし他の地域では、これらはその後、たこうてたこうて、こうてこうて、ように変化した。中国地方には東京式アクセントが広く分布している。東京や鳥取市、広島市などのアクセントは、 中林東京式であるが、西方記は外林東京式アクセントである。外林東京式では、石、旅、橋などの二拍名詞、第二類の語彙が平板型、イ、タになり、この点で小高型、イガになる中林東京式とは異なる。出雲には外林東京式から、さらに変化したアクセントが分布している。出雲では、凶母院、愛、 言を持つ音節は低く発音される傾向があり、例えば、足は単独では、あだが助詞がつくと、あになる。また二拍目詞の、第四類、第五類のうち、二拍目に公母音、えい、お、e、を持つ者、空、雨などはおだか型、あがになっており、二拍目が共母音を持つ者の一部も、松、息、し、海張りなどは、ま、松となる。頭高型、がある語は、 箸、秋、鮎、恋、露、鶴、旬、蛇、夜など少数にとどまる。大きいのアクセントは中国地方全体に対立する異色のもので、また狭い範囲でも地域差が激しい。大きく分けてもチブ、裏号、海始、磯、西号、妻、五花、中村の三つに分けられ、それぞれも集落による違いがある。下表は、それぞれの代表地点として、 開始妻のアクセントを示したもので、で区切られた左側が助詞をつけない単独形。右側が助詞をつけた形である。例えば、ち部での、ちは、け、が。開始にある、こうは、白内加工を表す。地りのアクセントは、白数が増えてもアクセントの型の種類は2種類のみで、ある。また、語かには、ず、ねちのように一語で高音分が2箇所現れるものがある。主角を表す。 各女子に、がのほか、いずも、おきで、のが現れることがあるが、すでに衰退が進んでいる。またおきに、肉に好きで、肉が好きで、他に下手で、他仕事が下手でのような対象を表す、にがある。おは、いずもでは、酒飲むのように省略されることが普通。おきでも省略されることがあるが、一般には、えしゅう、えしょう、いしお、のように前後と融合して発音される。 引用を表す、と、は、出雲では省略されることはない。というは、出雲では、通、ところによっては、手、おきで、手を、手、中となる。副助詞では、出雲で、茶台田さんのような、台を引用する。また、かかり結びの残存があり、出雲には、こさえ、で、おきには、腰こそ痛けれ、腰は痛いしのような、こそがある。文末詞では、出雲、 おきに、な、のがあり、なより、のの方が上品。出雲では、ね、も、盛んに用いられ、ねえ、ねやとも言う。で、はも島根県全域で用いる。また、沖の島前に、皿があり、主に高年女性で使われる上品な表現である。沖の島後には、伝文を表す、ちょがある。また、出雲で、関東女子に、系を多用する。接続女子のうち、 からにあたる原因、理由には、県、だけん、が盛んで、他に、けに、だけに、け、だけもある。また、おきには、によってもある。けれどもにあたる逆説には、西方期の内夜なごしで、だども、だーも、だも、日の群で、だえど、弓ヶ浜半島で、だえって、だえっちゃが使われ、出雲で、ども、だどもが多く用いられる。おきでは一般に、だいど、だいどを用い、 過去の意味を含んだ、たけれども、の意味では、態度にもなる。うんぱく表現には多彩な敬語表現があり、複雑な体系を持っている。出雲での尊敬の助動詞には、代表的なものに、ひくしゃる、しゃー、マイナスさっしゃる、さっしゃー、なはる、なはー、たいなる、なーがある。他に、ひくれる、られる、おいでる、いくくる、いる、ござっしゃる、くる、いるがある。出雲では、 ヒクシャル、サッシャルはよく用いられるが、敬意の度合いは高くない。ナハルも多く用いられ、ヒクシャル、サッシャルより敬意が高い。また、タイナルはナハルを略したもので、新しい言い方とされる。オキでは、尊敬の助動詞として、主にヒクシャル、マイナスサッシャル、シャンス、サッシャンスがあり、このうち、シャンス、サッシャンスが高い敬意を表す。また、 ござんすがあり、本動士、来る、いるや、補助動士、引くている、てくるの尊敬語として、また丁寧語としても用いられる。ござるもあり、命令形の、ございは、広い世代で盛ん。西方期では、なはる、なはあ、たいなる、なぁが尊敬の助動詞として、多く用いられる。三院以外の西日本では、借りるを、かるというが、くもはかたことでは、 借りるという、東山院方言では、借れる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。